中までぎっしりチョココロネやんか。やばい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 、来てる来てる。これ早めに発動するんです。早めに発動したけど名門結構手伸びる。どうもチャップです。お化けドローをプレイしていきたいと思います。ということで今回はね、人間を使ってオンライン対戦の鬼参加していきたいと思います。そして選ばれたランタンはですね、このガラスランタン、ユニークですね。これスキルがあるんけどね、噛んでもうたけどね、ほら虫コナーズみたいな感じでお化けコナーズっていうスキルがあって、あっちこっちお化けに見つかりにくくなるっていう特殊能力があるみたいで、まあまあまあ全体的にステータスも高いんでね、まあ使いやすいガラスランタンかなっていう感じだと思っております。はい、揃いました。 B プラス S マイナス S マイナス B いうことなんで、もうあっちこっちお化けとかもうどうでもいいんですよ。そんなあっちこっちお化けって言うてしょうもないこと言うなっていうぐらい今回ね、もうでもそれよりもそれ以上にしょうもないですね。足跡でさ、ハート書いたりして遊ぼうっていうめちゃくちゃしょうもないことなんですよ。足跡アートってやつですね。お化け泥の足跡は一定時間経ったら消えちゃうんで、ちょっと儚い感じ出てますやん。それもまたいいですやんね。愛は儚いみたいなさ、そういうなんか C とかで出てきそう。愛は儚いものでありけりけりみたいな、そんな感じでね。これ高速でね、しゃがんでね、こうやってシューってやったらね、これ上手にねハートがかけるんですよ。めちゃくちゃいびつなハートやし、もうわけわからん足跡になってた今これでね、こうやってね、こうやって高速で連打しつつ、連打しつつ、こうやって綺麗に書いたら、ほら、ハートできた、ほら、ハート、ハート、ほら、綺麗でしょ、綺麗でしょ、見えました、ここの。まあ、こういう遊びができるよーって、これ上から来てるやろ、上から来て、上から来てるやん、上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 から、来てねやろう、じゃあ、ああ、こっち行こうぜー、ターボして逃げようぜー、逃げようぜ、逃げようぜ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。これはもう無敵ですよ、二人でここはもうほんまに、ほら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 。すごいスピードに逃げれてますね。これでずーっと一緒に行ったらいいんですよ。シューって逃げていきましょう。もうシュッ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 シューと。ほんで、捕まってもね、味方の人がもし捕まってもいけるように、僕はこう真ん中にスタンバイしてるわけですね。で、ここにスタンバイしといてからの、ここで高速でハートを描くという。ほら、見て、ほら、綺麗っしょ。何してんねん、言うことありますけどね。これさ、うまいことしたらね、あの、星もね、書けんじゃないかなって思ってるわけ、皆さん。これでシューって消えるまで、わあ、ほら、ギリギリ星、ほら、見えます？ギリギリ星、めちゃくちゃ汚い。まあ、しゃがまんでもいいんですよ。しゃがまんかったら、こうやってでっかいハードとか、ほら、書けますけど、ほら、ちょっと感覚が広いんでね、分かりにくいんですよ。で、ずーっとあの男の子はカエルから逃げてんのか。ナイスやな、ほんまに。ナイスプレイや。ずーっと追いかけ回されてんねん。あ、ほら、飛んでる、飛んでる、飛んでるわ。めっちゃ飛んでる。あ、次、お姉ちゃんが狙われてんな。あ、ランタン当ててんな。ナイスー。めっちゃピヨってる。やい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 やハートを書いてるやつがいる。見つかったゲロ？大丈夫ゲロ？うん、暴れているゲロね。いや、カエル語なっとるやん、いうことあるけど。上から、うわ、飛んでる。すごいジャンプ力なんですよね。確実にこれ見つかったな。これ見つかったな。これ見つかったわ。来た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 。でも、あと1分やからね。なんとか大丈夫ちゃうかな。こう上からね、攻めようとしてはるからさ、それを巧みにそう、上で時間潰してる間にこれシューって言ったらいいんですよ。めっちゃシンプルでしょ。おお、やばい、来てる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 って感じ。お、来てる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 って感じ。で、来てる来てる来てるやーん、ランタンが発動せえへんかったちょっとスピードを見すぎましてね、ちょっと遅いからもうあと 0.5 秒ぐらい速くしといたらいいなぐらいやん。お、そこにみんなおるわ、みんなおるわ、みんなおるわ、もうみんなおるわ。あそこでカエル止まってるわ。来る来る来るで、あれ来るで。見てるわ、もう逃げてーってやっと。あ、俺じゃないっすよな。ありがとう、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 ありがとう。おー、うまい。今、ジャンプでカエルの下避けたで。そんな天才的なことある？ありがとう。だから僕、お姉ちゃん助けなあかんから、ランタン発動しとくわ。よっしゃーイェーイ。なんとかギリギリでしたね。ピッターンぐらい、ピッターンぐらいでやらないとね、ほんま危ないんですよ。ゲロ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 やん。ゲロ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 、捕まえないでよ、もういやん、捕まりたくないんだ。5秒やんやん、ほぼ5秒やん。ここの壁でこうやってこうやってシュッ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 、イエーイ。ということで、まあ、無事に1試合目は勝てましたね。で、ハートもいっぱいかけたし、勝てたし、もう何も悪いことはないですね。はい、揃いました。A マイナス、S マイナス、C、S プラスということでね、頑張っていきたいと思いますと。まあ、1回ぐらいはハートかきたいですね。
書けそうやったらハート書いて、何やったっけ、あっちこっちお化けがなんちゃらこうちゃらお化けって言ってたんで、それがどんな能力かっていうのを見ましょうか。あの隠れてる時に、あ、こっちいますって、お化けの親方はこっちいますって教えてくれる、あのちびお化けのことですよね多分。あっちこっちステーションっていうのは、めー言うて、めーももう久しぶりな気がいたしますが、軽やかに逃げて勝利を収めたいと思います。やっぱ初手のハートかな、やっぱりそれはあると思う。初手のラブリーハートね、この誰もおらんところでここでハートを書くというね。でなんでハートを書くかっていうとですね、ハートがね一番書きやすいっていうね、絵的のその記号的にね。めっちゃ単純。お、うわ、危ない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 、中から来てた今、中から、誰が見てもやばいで、中までぎっしりチョココロネやんか、やばい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 、来てる来てる。これ早めに発動するんです。早めに発動したけど、名門結構手伸びるハート書いてる暇はなかった。やめーということで、まあ、逃げてとか言いつつ頑張っていきましょうかね。あ、逃げて逃げて、みんな逃げて、みんな逃げて、危ない危ない、みんな逃げて、みんな逃げて、みんな逃げてって言っておきましょうか。名門が結構伸びてくるっていうその情報を僕仕入れたんで、もしねここのあの牢屋から出ることができたら、鬼のチャップとしてのね実力をね見せていきたいと思います。おお、来てくれた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 、噛んでるけど来てくれた、あ、押してくれた、ありがとう。シンプルに感謝永遠にですね。もううさぎさん、僕も絶対この試合勝たせます。ま、貸してください。もう絶対この試合勝たすからね。ほんま、逃げてやって。任して。もうこんないいね、あの、助け方をしてくれたら、僕ももう本気で行くしかない。来た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 、イエーイ、味方の人、ありがとうございまーす。ナイスでーすと。いやもうこれはもう絶対勝たなあかんで、もう 100% もう誰が見ても分かる、シンプルに勝たなあかんやつやっていうぐらいね、勝ちたいと思う。これはもう負けられへん。ちょっとウサギの人とダッシュしましょうかね。で僕はちょっとこの辺を走って走って走って、ここでちょっと待機しておきましょうかね。おお、ナイス、うまい、ランタン出てますね。完璧なうまさや、誰が見ても。僕めちゃくちゃもうお尻丸見えやけど大丈夫これ、僕意外とバレてない。あ、この隙にこっち行こうと。ほんで追いかけてますね。ナイス、うまいやん、めっちゃナイス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 、誰が見てもうまいやつや。であの人が追いかけられまくってランタンもないんで、捕まった時用にすぐねスイッチ1個でも押せるようにここに待機しておきましょうか。任して、もう勝つから、勝ちに行ってる、僕はもうほんまに勝ちに行ってる。もうハートとか言うてね、ラブリーチャーミーな、なんかなんちゃらちゃっちゃらとか言うてられんからね。でですね、こうやって押して押して1個だけキープしておくわけなんですよ。これでね、だいぶね、プレッシャーをかけれると思う。あの人が、ウサギの人が狙われてもいいし、僕が押してもいいしという、そのコンビネーション技ですね。あ、気づかれた、気づかれた、気づかれた。あと40何秒やからね、これ完璧やな。よし、やらないです、ありがとうございます。と、ナイスです、ウサギさん。ね、完璧っしょ、ほんま連携感。これで僕が捕まってもいいんですよ。あと40秒やからね、どんだけ時間を超えてこの人にね、名門に名門って言いながら追いかけられて時間を稼げるかっちゅうところなんですよ。こっちまで行こうと。多分家の中を突っ切ってきてはるんで、こういう立ち回りをすれば多分だいぶ距離を離せられたと思うんですが、あれ名門の人、あ、僕を見失ったんじゃないかこれ、もしかして。ワンチャン、ワンチャンあるぞこれは。おお、やったお、いい感じですね。走ってる走ってる走ってる。やっぱ家の中をこうゆっくり来てはったんですね。その通過はできるけど足が遅くなっちゃいますからね。オッケーオッケーグーグルオッケーグーグル。じゃあ最後にあの人が見てないところでハートをここに描いて終わりにしましょう。オッケーやっぱ鬼がね見てるところでやるとね、なんかいやらしい感じになっちゃうんで、バレてない時か負けてる時にやるのがおすすめですね。はい、揃いました。 S プラス A プラス S プラス S マイナス。おお、なんか人間側でね S 以上がこんなに多いんで、なんかいい感じですやん。もうやる気がふつふつとふつふつと沸騰しておりますっていう感じ。ファインプレーとかありますやん。ほう、なんか素晴らしい技をしたらファインプレーをもらえんですね。で、お化けの世界のお金のことをお金とか金じゃなくて金っていうみたいですね。いい知識を得られましたね。金いうことで、ほら見て、みんな名前に星ついてる。あー、お化けの人にもついてた。しかもこれまたあれやんか、カボッチャスペシャルみたいなやんか。普通のカボッチャじゃないよほんまに。ババッチャかもしれませんね。ババロア星人っていう名前にしましょう。ババロア星人みたいなね。お、わたあめさんがおる。僕はこうやってシューって言って、もうこうやってシューって言って、ちょっとこの辺におろうかなーっていう感じ。もうバレてるかもしれませんね、僕。どうなんやろ、老英語、老英語やって。え、
フォロワー英語ってことは、あ、追いかけられてるっぽいな。そういうことか。ありがとう。あ、なるほどね。追いかけられてるから捕まっても大丈夫なように牢屋行っといてねってことか。いやー、いいね。頭いいですやん。さすが僕と双子の兄弟。任して。一個だけ押しておくわ。確実に来ますからね。一個だけ押してちょっと離れましょうか。絶対カボチャの人来るでしょ。僕のとこにね。ほら、来てる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 。はいはい。ベベ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 。逃げてしてるやん。ありがとう。ありがとう。多分牢屋のとこに戻ってはったんでしょうね。カボチャ星人の方がね。で、こっちシューって言って、このあえてのこの端っこね。あ、カボチャの人が。僕バレてるかな。もしかしてバレてる。おー、いい感じですね。ん？なんか追いかけられてる？あ、お姉ちゃん追いかけられてますね。お姉ちゃん追いかけられてる。お姉ちゃん追いかけられてる。お姉ちゃん追いかけられてるわ。ん？でも行けるか？僕んとこ来るかな？お姉ちゃん。お姉ちゃん来たぞ。これ大丈夫かな？僕バレてるかな？バレてないよな。ああ、バレてる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 。ちょっと待って。ランタン使ってもうたし。バレてるし。やばいやつや。やばいやつや。これ予想外の出来事。でもね、多分ね、お化けが低回復するまで多分押せる。捕まっていいから、押さな負けるからな。よし。でも、僕か誰か、僕捕まるかな。2人逃げてくれたらいいんやけど、みんな同じランタンちゃうしかも。おお、惜しい。みんな同じランタンやったんかな。で、こっからどうやって逃げるかやね。問題はね、ここ逃げんのむずい。これバラバラに逃げた方がいいかな。いや、一緒に逃げて、これジェットスリームアタックを巧みにやっていくっていう感じがいいかもしれませんけど、これチビお化けがやばいんですよね。ヘルプな。僕も助けたいけど、ちょバレたら怖いんで、コナガ入っとこうわ。コナガちょっとお尻見えてる？大丈夫？この無敵ポジションね。ナイスナイス。でもよう逃げてくれてるわ、ほんまに。さすが兄弟。いいよいいよいいよ。牢屋の見張りやるよ。牢屋の見張りが、もう牢屋の見張りのゲージが減っていってるよ。どうなる？どうなる？どうなる？アイフルーっていうことやん。ん？あっちに音がおったな。これ1個は押したいな。とりあえず1個でも押せたらだいぶね、戦況が変わるからね。捕まっていいから1個押そう。よっしゃー、オッケー。1個押せた。よし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 。ピンチ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 しとくわ。ピンチな。よっしゃー、ナイス。ほんで僕が逃げたと思ってあの人は戻りました。で、僕が、まあ、来るんちゃうかって軽く警戒してるんじゃないでしょうか。警戒してらっしゃる。いける、これいけるな。ワンチャンいけると。ナイス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 。これはちょっと待っとか。いや、ここ押そう。よし、この感じやったらなんとか逃げれそう。よーし、しっかり逃げれるぞ、逃げれる。デンデデン、アイデンデデン。僕どうせランタンのゲージないからね、捕まっても大丈夫なんで、あとは30秒や。時間稼ぎましょう。あー、ランタンが外されてる。30秒で1人、15秒ずつ、僕と弟、この兄弟パワー。通信状況不安定。よっしゃー、なんとか行きましたね。さあ、ここからや。問題はあと30秒。30秒しっかり粘っていきたいんですが、こっち来るかな。多分そっち回っていったと予測して、こっちに行けば距離を空けれる。あ、バレたか？バレたかな？バレてない、バレてない、バレてない、バレてる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 、やばい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 。でも弟くんが遠いんで、これはこっちに行きましょうか。あんまりあれやね、弟くんに近づかんようにして、捕まってもいいんで、この遠いところで捕まりましょう。よっしゃー。粘れましたね。じゃあ、あとは牢屋の中にですね、この走り回ってハートでもつけましょうと思ったけど、めちゃくちゃ目回ってるわ。あ、しかも助けてくれんの、これもしかして。おお、最後に出れた。試合ギリギリ出れて勝てる、最高。皆さん似たようなランタンですもんね。僕以外はみんなランタンお揃いなんかな。ちょっとわからんけど、ランタンどう？みんな一緒？あ、ランタン見えへんのかいうことありましたけれどもね、足跡でいろんなね、絵を描いて楽しめることができますから、海辺でね、浜辺でね、描いたらナビで消えるじゃないですか。そんな感じ、そんな感じの儚さと幸せさを描けるアートな動画でしたね。終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。